セオドア・ルーズベルトは、アメリカ海軍のジョージ・ワシントン救援主力潜水艦。艦名は、第26代アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。セオドア・ルーズベルトは1958年5月20日に、カリフォルニア州バレーホのメアイランド海軍造船所で、寄港した。 当初は SSGN-600 として寄港し、スキップジャック級原子力潜水艦スキャンプのコンポーネントが用いられた。1958年11月6日に艦名がセオドアルーズベルトと決定し、艦番号も SSBN-600 に変更される。1959年10月3日にアリスルーズベルトロングワース夫人によって命名浸水し、 1961年2月13日に、ブルーハン感庁ウィリアム・イ、e、ー・シムス中佐、ゴールドハン感庁オリバー・ H ・ペリー・ジュニア中佐の指揮下、収益する。収益から5日後、セオドア・ルーズベルトは、メアアイランドを出港し東海岸に向かった。3月7日に、パナマ運河を通過し、同運河を通過した初の弾道ミサイル潜水艦となる。その4日後、 フロリダ州ケープカナベラルに到着した。3月20日に初のポラリスミサイル発射に成功し成長訓練を完了。5月1日にコネチカット州グロトンに到着。エレクトリックボート社のドックに入り成長後の信頼性試験を受ける。補修は6月24日に完了。同日、グロトンを出港し、サウスカロライナ州チャールストンに向かう。 途中バージニア州ノーフォークに寄港し、チャールストンには7月7日に到着した。7月7日から19日まで海軍南役省においてポラリスミサイルを搭載し、最初の配備に向けての準備を行う。7月19日にチャールストンを出港、最初の戦略抑止紹会に出港する。紹介は9月23日に完了し、セオドア・ルーズベルトはスコットランド・ホーリー・ロッホの 弾道ミサイル潜水艦基地に入港した。続く3年半にわたって、セオドアル・ウズベルトはホーリー・ロッフォーを拠点として15回の抑止紹介を行った。1965年の初夏にホーリー・ロッフォー、出港、17回目にして、最後の抑止紹介を行う。任務を完了し、6月15日にチャールストンに到着した。セオドアル・ウズベルトは十六発のポラリースミサイルを降ろし、 コネチカット州ニューロンドンに向けて出港6月26日に到着した。ニューロンドンでセオドアル・ウズベルトは後半イオーバーホールのためエレクトリックボート社のドックに入居した。1965年7月から1967年に1月まで核燃料の再補給とポラリス発射システムの改良が行われ新型のポラリス A3 ミサイルが搭載可能となる。 オーバーホール作業は1967年1月14日に完了し、海上公務及び回復訓練が行われた。訓練では4月の後半に、ケープカナベラルにおいて、ポラリスミサイルの発射試験が行われ、成功裏に終了した。訓練期間を終えたセオドア・ルーズベルトは、チャールストンに戻り、ミサイルを搭載、再びホーリー・ロヒホを拠点として、 紹介を行うための準備に入った。18回目の抑止紹介は6月1日に開始され、紹介はホーリー・ロッホで完了した。スコットランドを拠点としての2度目の配備は、最初の配備に比べると非常に短期間なものとなった。1967年6月半ばから1968年2月までに18回目から21回目まで4度の紹介が行われた。 21回目の紹介から期間中の3月20日、セオドアルーズベルトはスコットランド西方において座礁する。座礁による損傷の応急修理のためカンドック入りし、その後4月5日にホーリー・ロッホー、出港、本国での修理が行われた。4月18日から20日までチャールストンでミサイルを降ろし、続いてニューロンドンに向かう。 4月23日にエレクトリックボート社のドックに到着し、修理が行われた。しかしながら、同社の労使紛争のため修理は遅れ、10月半ばまで作業は完了しなかった。10月後半に会場講務を行い、その後11月2日にニューロンドンを出港、修理後の成長巡航に向かう。セオドアルーズベルトは、ノーホーク、プエルトリコ、 セント黒井島を訪問し、チャールストンには11月27日に到着した。その後チャールストン沖で訓練を行い、1969年前半にホーリー・ロッホでの配備を再開した。配備は1971年5月まで行われた。この間に、セオドアル・ウズベルトは9度の抑止紹介を行い、紹介後はそれぞれホーリー・ロッホでの整備が行われた。 1971年5月12日、31回目の紹介に出港する。7月20日に、セオドア・ルーズベルトはニューロンドンに到着し、紹介及び配備を完了した。ニューロンドンには3週間停泊し、この間、ブルーハンとゴールドハンから、オーバーホール要員が一つのチームとして割り当てられ、残りの乗組員は他の任務に従事した。8月10日に、 セオドアルーズベルトは出港し、13日にチャールストンに到着した。翌月まで修理が行われた後、9月11日にチャールストンを出港、特別任務に就く。チャールストンには9月30日に帰還し、1週間、停泊した後3週間の会場での特別任務に着いた。セオドアルーズベルトは11月1日にチャールストンに入港し、 オーバーホール前の信頼性試験が行われた。その3週間後、燃料再補給のためのオーバーホールが開始され、作業は2年以上続いた。オーバーホールは1974年1月に完了した。続く2ヶ月にわたって、セオドアルーズベルトは、チャールストン沖での会場講義を行う。4月及び5月に成長訓練と、核兵器の信頼性試験が行われた。 6月には、ニューロンドンを拠点として1週間の海軍兵学校生の訓練巡行を行い、次に原子炉の安全性試験訓練を行った後、ノーフォークで障子が行われた。6月中旬に太平洋艦隊への配属が行われ、ハワイの新珠湾が新たな母校となる。7月から9月の間に、再び海軍兵学校生の訓練巡行を行い、 その後配備前の訓練に入る。セオドアル・ウズベルトは9月20日にチャールストンを出港し、10月5日にパナマ運河を通過、ワシントン州バンゴールの戦略兵器省でミサイルを搭載するため9日間停泊した後、11月4日に真珠湾に到着した。その6日後に真珠湾を出港し、マリアナ諸島に向かう。2週間後グアムに入港し、 修理を受けた後12月31日に太平洋における最初の戦略抑止紹介に出向した。セオドア・ルーズベルトはグアム沖で紹介を続け、1977年12月16日に43回目の紹介に出向した。1982年12月1日にセオドア・ルーズベルトは退役、同日除籍された。ワシントン州ブレマートンで保管された後、 原子力艦載利用プログラムに従って解体が行われ、作業は1995年3月24日に完了した。ありがとうございます。